ホラー、トドベン、ハルミです。ブラジルの人って結構物を大事にするっていう印象が私にはあって、まあ、っていう背景にはそんなにいつもいつも新しいのに買い替えられないっていう事情があって、お金の問題で、例えば家電が壊れたりしても何とか修理して使おうとしたり、修理できる人に頼んだり、人に譲ったり、壊れててもそれを必要としてる人にあげようとしたり、もしくは譲ってもらったりとか、そういったものを大事にする。あとは日本ではこういうのって借りたりするのかなっていうものでも借りる。例えばね、洋服類、結婚式の時とか、まあ、スーツだったりドレスだったりが必要になるじゃないですか。まあ、特にここカボフリオは普段から暑いし、割とカジュアルな生活スタイルなので、スーツを自分で持ってる人って少ないんです。でも貸してくれるお店があるんです。もうワイシャツからスーツ、靴とかもう全部、靴下とかさすがにないかな、買うか靴下くらいは。まあ日本だったら値段ピンキリだけど、もう別に借りるまでもない、買えるかなって思うようなものでも、こっちだと借りる。洋服が古くなっても、まあ、日本もリサイクルショップとかに持っていけますけど、こっちもリサイクルショップだったり、こんなボロボロのやつも穴も開いてるし、擦り切れてるし、もうボロにしかできないよなっていうのも、さすがにリサイクルショップみたいな、なんかこうお金に換えるっていうことはできなくても、教会に持っていけるんです。本当に貧しくて、もうとてもお金出して衣類を買えないっていう人に寄付する、そういう形で最後まで使う。私も今まで生活してて、結構ね、いろんな人から物回ってくることがあって、家族の中でいろんな人を経由して、もしハルミが欲しいのがあったら取って、あとはまあ次の人に回すからみたいな感じで、自分がいらなくなったものがあればまとめて誰かに回す、それでももらえ手がなければまた他の場所に持っていくっていう、そういう感じ。それとか道端でサッカーボール蹴って遊んでる子供とか、もう本当にボロボロのボール使ってるんです。靴もボロボロだし、中には結構裸足の子も多いで、ボール蹴ってるんだけど、そのボールがまたもう本当にボロボロなの、全然バウンドしないし、まあ、結局新しいの買うお金がない、まあ、それでも遊びたい、まあ、そういう貧しい生活を送ってる人もたくさんいるんだけど、その反面すごく物を無駄遣いにする場面っていうのにも出くわす。例えばパーティーの時に使い捨ての紙コップとかお皿とか、そういうものを使いますけど、そういうのはね、もう躊躇なくどん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 捨てるし、捨てて新しいの取るし、コップなんかは普段からなんか建物の中に入ったりすると飲み水って置いてあって、あとコーヒーで、その横には絶対に紙コップ、プラスチックのものを置いてるんですけど、そういうのも、まあ、例えば1回飲んでちょっと飲んでもうすぐ捨てる、まあ、一応コップ用のリサイクルするのかな、わかんないけど、一応あるんだけど、コップ捨てる用のやつでも、それ果たしてちゃんとリサイクルしてるかどうかは分からない、おそらくしてないと思います。ちょっと一回飲んではそこに捨て、でまた次また飲みたくなったらまた新しいコップ取って水飲んでまた捨てる。自分が飲むんだから一回取ったらそれ持っておけばまた次回も飲めるのにって思うんだけど、そうやってる人も中にはいるけど、でも基本は水汲んで飲んで捨てる、でまた次喉が渇いたらまたコップ取って飲んで捨てる、その繰り返し、もったいないなって思います。あとトイレとかでも紙大量に使う、結構最近場所によっては日本のね、ガーって冷ますじゃない、乾かすやつ、紙じゃなくて燃えてるとこあります。日本のメーカーです、三菱とか日本のメーカーの機械だとかって思うんだけど、そういうの設置されてるとこもちょろちょろ見るんだけど、使ってる人あんまりいない、みんなね紙の方がいいみたい。やっぱでスーパーのレジ袋もそうで、もうやたらと入れてくれます、スーパーの袋にっていうか、まあそれ入れるんだけど、基本2枚重ねなんです。っていうのはもうね、とにかく質が悪くってすぐに破れるんです。だからちょっと重いものを入れると本当にストンってもう落ちちゃうから、例えば瓶のワインとか買った時とかも怖くて、私は普通に持てないな。2枚重ねにしてもなんか怖いくらいすぐ穴開くしっていうのもあって2枚重ねにするんだけど、でもね、ちょっとのもの買っても結構2枚重ねにしたりとかして、もうとにかくね、たくさん使う、大量に。そんなんだったらもうちょっと強い質のいいやつを作って
1枚ずつ使えばいいのに、その方がエコじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろう、わかんないけど、なんかすごくそういうところに効率の悪さを感じます。結構ね、 500g の食パン買っただけでもこうやって2枚重ねにして入れてくれたりします。とにかくすぐ穴が開くんです。ほら、これも穴開いてる。これは5キロまでって書いてあるけど、絶対5キロも入らないって。